はい、ガッチャンです。ですね、今日もエクササイズをして、ぴょんぴょんエクササイズをしていくんですが、今、タイマーの準備中。よいしょ。はい、はい、今日も、ぴょんぴょんやっていきますが、よし、その前に、スクワットをやっていきます。いくよ。よし。今日も15回3セット、ぴょんぴょんは、5分やっていきますが、よいしょ。今日はね、何喋ろうかな、そう、よいしょ。そうね、まあ、いつもね、ぴょん、このモリンガの話とか、医療大麻の話とかしていますが、そう、まあ今日は写真の話なんかしていこうかな。はい。よいしょ。で、もともとね、写真家なんです。はい。フォトグラファーなんです。まあね、IDTV とかをご覧の方は、そう。だってもともとね、写真関係のインスタ、私のインスタのアカウントに IDTV を載っけてるので、それはそうだなと思ってくださる方もいっぱいいると思うんですが、そう、YouTube ではね、あんまり写真のこと触れてないので、え、そうなの?みたいな感じの、方も結構いると思います。はい。でですね、写真家といっても、すっごい、売れない写真家というか、売ろうと思ってない写真家というか、マスターベーションみたいな写真家です。そう、何かというと、まあね、ぶっちゃけね、自分が撮りたい写真以外撮りたくないのよ。そう、それ趣味と変わんねえじゃんって言われるんだけど、はい、私の写真は、写真家は写真家だけど、趣味といえば趣味です。はい、なので、そう、まあ、そんな私がどんな写真を撮ってるのっていうと、はい、インスタグラム。に、可能な限り載っけてるので、インスタをご覧くださいっていう感じなんですが、基本的にはですね、そう、時間が好きです。さあ、時間が好きって言われてもね、まあ、時間何のことですかって、まあ、普通に考えちゃうんだけど、写真ってさ、一瞬の時間を記録するもんだと思うのよ。そう。だって、例えばさ、まあ、おとといさ、プロフィール写真の撮影をしてほしいということで、写真撮らせてもらったんですけどね。はい。のプロフィール写真なんだけど、そう、女性だったんだけどさ、昨日のその彼女と、おとといの彼女と今日の彼女ではもう違うわけ。そう。だってもう一切年が取ってるんだもん。そりゃそうでしょ。人はさ、みんな、同じ時間過ごしてるわけだから、ちょっとずつ、年を取っていってる。まあ、それは、まあ、悲しいとか悲しくないとかじゃなくて、まあ、現実は現実。だから、今日の私はもう二度とない。今撮ってる私はもう二度とみんなの前には現れない。そう。でもそれを記録できるのが動画だったりとか、写真だと思うわけよ。そう。そうしたときにさ、まあ私個人だったらね、私一人だったら、まあ今日撮っても明日撮っても、まあ今日明日でね、10キロも体重変わることはないから、まあ変わんないよ、ぶっちゃけ。そう。でもさ、多くの人が入り乱れたりする、まあ例えばさ、渋谷のスクランブル交差点なんかで写真撮ったらさ、そこにいる人がそこのタイミングでそこにいるのっていうのはもう二度と来ないと思わない?あれだけの人がここに一斉に集まって全く同じ動きをするってことはさ、ありえないじゃん。ぶっちゃけ。というね、人と人が交差する時間とか、その街に、その街、変化がない街でも人が一人いるだけで、その街にはその人がいる、その瞬間っていう貴重な一瞬が生まれるわけじゃん。まあ、貴重な一瞬を写真にするのが私はね、大好き。そう、まあ、そういう写真を
週に撮ってます。なんでね、ストリートフォトグラフィーっていう、種類の写真っちゃ写真なんだけど、まあなかなかね、その写真の、本質とかそういうのを、まあ、分かってもらうことはちょっと難しい写真ではある。まあ、でもそれが何て言うかな、写真本来の本質をとってもついてるんじゃないかなって私なんかは思ってるんですよ。はい。で今日がね、動画で41日目かな。はい、41日目。まあなのでね、まあそういった貴重な写真を撮っているのが私の写真です。はい。なんでね、まあ例えばさ、モデルさんが撮ってても風景撮ってても、その一瞬はそこにある一瞬はね、二度と作れない一瞬だからさ、はい。まあどれもどんな写真撮っても変わらないと思うんだけども、それが分かりやすいかどうかっていう意味では、そう、人にね、見せた時に分かりやすい写真じゃなくて、多少でもね、分かりやすい写真じゃないと、やっぱり人は、そう、この人何を撮ってるんだろうって終わってしまうじゃん。と、何が写ってるんだろうって終わっちゃうじゃん。そう、何が写ってるんだろう、まあもちろんそれ大事なんだけどさ、この人は、なんでこの瞬間を切り取ってるんだろう、なんでこの瞬間を選んでるんだろうっていうことが、実は私にとっては写真家として人に一番見てもらいたいものでもあるわけよ。だからその瞬間瞬間を切り取った写真が、まあ、私の主な写真ですね。そうで、ほとんどの写真は、まあ、デジタルで撮ってるし、モノクロに変換してるんですけども、そう、まあね、時間とお金さえあればフィルムでいいと思うの。そう、ただね、デジタルもデジタルでいいところいっぱいあってさ、昔はもう暗くて撮れなかったような夜の街中でもシャッター切れるしね、綺麗に映るし、そう、決してデジタルがいいとかフィルムがいいってわけじゃないけど、基本的にモノクロ、白黒の写真にしてます。それはなぜかというとですね、私がね、見てもらいたいのは、その交差した、様々なものが交差した、もう二度とないかもしれないその一瞬なわけよ。そこを見てもらいたいときに、例えばさ、赤いドレスの女の子がさ、歩いたとしたらさ、まあ誰でもね、私もそうだけど、赤いドレスの女の子にしか目いかないわけよ。さ、可愛いワンちゃんが写ってる写真とか言ったら、誰でもそう。ワンちゃんに目に行くわけ。そう、特に男性なんかね、狩猟的な狩猟民族のね、違いな全くないわけじゃないからね。そう、だから動物とかそういうのをついて目行っちゃうんだろうし、そう、まあ明るい色とかいるそういうね、色にやっぱね、気持ちが意識が飛んじゃうのは仕方ない、人間が人間である構造だと思うんだよね。で、そうではなく、その瞬間瞬間のその時間の価値を見てもらいたいから、あえてモノクロにこだわってます。はい。最近はね、インスタの中ではカラーの写真も結構載っけてるんですけども、そう、カラーがいいモノクロがいいっていう話はなく、どちらにしてもそこに私がいたんだって、シャッター切ってる私がそこにいるんだっていうこととか、そこにはこういう瞬間があったんだっていうことが私にとってはすごく重要な写真のテーマだと思ってます。はい。まあ、そういった写真をね、積極的に撮ってます。はい。もちろんそういう写真だけで生活できれば一番いいんだろうけど、ね、いまいちね、そう、いまいちっていうか、なんかそう、需要がというか、どうやって自分を売ったらいいかっていうのがよくわかんないのよ、正直。そう、どんなにいい写真撮ったって、そう、写真を売るって時は写真を買ってくれる人がその価値を分かってくれなきゃいけないじゃん。そうで、私の写真の価値をしっかり表現できてないってことなんじゃないかな。それよりも私の
橋の価値をしっかり伝えることができてないっていうのが、まあ、現状の私の写真が抱えてる、まあ、ジレンマだったり問題だったりするんじゃないかななんて思ってます。はい、まあ、じゃあ始めて、じゃあ話が多かったね。はい、あ、どうだっけ、まあ5分経ったっぽいな。はい、まあそれで今日は写真の話をしながら、ピョンピョンしてきましたが、まあね、お料理で写真の話ばっかじゃなくて、まあ、いろんな話をしてきたらいいなと思ってます。まあ、そんなわけで、はい、今日も、なんとか、はい、やりきった感じ、たっぷりのガチャでした。と、また明日、みんな、頑張りましょう。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。